ケーキ5号を G 色とした鶴見線 101KK5 号を警戒色として使用する雲屋143。型電車機ゴ号は日本国有鉄道が定めた色名称の一つである。観葉色名称はマリーゴールドイエローである。マンセルチは 2.5Y7.58.8 カナリアイエローとも呼ばれている。 1960年に山手線に投入された101系電車で初めて採用された色で山手線に101系電車を投入するにあたって中央線の周囲路1号とは異なるカラーとしたいという島秀吉市長の意向があり車両外部色の条件として名刺性と快適性を備えた色ということで採用が決定した 当時、黄色系単色の電車としては、低都高速度交通営団銀座線が存在していたが、地上走行ということで、それよりも明るめの黄色となっている。後に1963年には、山手線の101系が、中央、総武観光線に転用された際、木語号の外部塗色もそのまま移動した。赤羽線や南部線のラインカラーとしても採用されたが、全車は、 最強線の運行開始とともに消滅した。国鉄通勤路線の中でこれらの線区のうち、主要な中央、総武観光線については、慣例的に、新車投入の優先順位が低く、その中で101系投入だけは例外だった。他のに線区ともども新生の丘に際して、同形式だけで固められ、また JR 東日本へ継承された、同形式にも、本色は、 唯一残ることになった。その関係で、国鉄通勤型の形式別では、本色の使用は長らく101系のみに限られ、103系への使用も他の4色から周回遅れとなり、1978年の赤羽線転入者でようやく初採用。中央、総武観光線での103系への採用は1979年である。その後、 1981年に、福知山線の宝塚電化で同線のラインカラーとして103系電車に採用され、1986年の全線電化当初には113系文字色2本、色を採用したが、こちらは4年足らずで廃された。103系電車も1997年の JR、京都線乗り入れを機に、青22号への塗り替えが始まり、2001年に、 消滅している。これ以外に、本色は試験者の地色や帯色、警戒色としても使用されたほか、1962年以降は、修学旅行用車両の地色としても採用されている。また、新潟鉄道管理局では、雪の中で目立つように、新潟地区で運用されていた、休憩国電のカラーリングを、本色と赤二号を組み合わせた、新潟色としていた。その他、 復縁線に投入された105系にも使用され、先述の福知山線前線電化当初の113系と同じく青20号が帯色となる。その一方、朱色1号、青22号、黄緑6号と異なり、旧系国電への単色での採用例は試験塗装車を除き存在しなかった。また、JR 西日本採用地区の電車において、 2010年以降の新塗装で用いられる色はこの色を若干濃くしたような色合いとなっている。この塗装は黄色一色であることと単色による合理化が黒鉄末期を彷彿させるということからネット上では末期色と呼ばれている。ありがとうございます。